守備のところ対応できてますから、あとは攻撃のところですね。この後川崎はまた2人の同時交代を行います。脇坂に代わって遠野、これは知念の猛烈なプレッシャーに対してランゲラック8ラインに逃れるしかありませんでした。